へなんかね、うん、おそんな別に紙からいかんで、ありがとうございますで、まあこのヒロインというのが11月の11日リリースされているということで、でアルバムが出るね、2月の10日明日リリース。あ、そうですか、はい、おお、1年半ぶりになるんですね。そうですね、アルバム、ね、アルバム全12曲知って全部桜井さんが、いえ、でもないんですよ、2曲今久し書いてますね。あ、はい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 、なんか私これ聞かさせていただいたんですけど、そうですね、あの失礼な話なんですけど全然聞いたことなかったんですよ、僕なんかは、うん、でやっぱこうほらゲストに来ていただくというにあたってもらって聞いてたんですけど、結構びっくりしました、僕なんかあの今を言ってるというか、まあもちろん今出すからあれなんでしょうけど、結構なんかこうなんていうんですか、イギリス風なドラムベースありな、ループありな、はい、プラスなんかこうちょっと日本チックなわびさびもあったりもしてとか、うん、そうですね、もうおっしゃる通りです。いや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 、そんなあれじゃないんですけど結構こう、ああそうだったのかと思って聞いてたんですけど、で桜井さんの詩って、はい、まああれ勝手な話ですけど、僕なんか印象になると、なんかあの言葉はすごくあの硬いというか冷たい言葉使うんですけど、実は結構優しかったりしますね。ああありがとうございます。いや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 、そんなことないですよ。そうですか、うん、っていう印象をすごくね受けたんですよ。なんか実は結構優しい人なんではないかなと思ったりもしてね。それも分かったもんじゃないですよ、ね、ありがとうございます。いや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 、いやちょっとそういう私の印象でございましたけれども、結構あのなんか一時期体を悪くされてたらしくて、はい、去年ですか。この辺はもう大丈夫なんですか。もうすっかりいいです。いいですか、はい、あっちで、はい、でもなんかあれ見るとえらい今度ツアー長いんだよね、なんかね、うん、なんか長いライブもあるんですよね、確かにね、はい、来年ですね。体調は結構もうバッチリな感じで、ええ、特に問題ないと思います。ないですか、はい、でアルバムの話に戻るんですけど、基本的にこのセクシーストリームライナーというタイトルはまあここから来てるんですか。あのギターの今井です。あ、認識しよう、ええ、うん、特に意味なかったりするんですか。この曲も入ってますけどね、はい、そういうタイトルも特に別に、いや、なんか最新型の流線型の物体という意味あるらしいんですが、あとで聞いてくださいなるほど。なんかあの曲持ってくるじゃないですか、ね、これ今井さんが全部書いてるんでしたっけ、もう一人ギターヒデが、はいはい、日記を書くかな、デモテープって形で持ってくるんですか。そうです、ね、それをみんなで聴きつつの、うん、こういう感じにしていこうみたいな。そうですね、まあ、うん、最初は兄とかのリズムからリハーサル入りますけど、ね、はいはい、なんとなくレコーディングしながらこういう感じにしていこうっていうか、デモテープを渡したら渡しっぱなしで、うん、もうこれだけでわかるだろうみたいな感じですね。あ、もう口では何も言わない。言わないです。これだ、これだ、聞け。で、それをみんながこう理解して、うん、各パートごとに、各パートごとに、はい、でも分かんないとこもあるでしょ。ここどないせっちゅうんじゃんっていうとこないですか。そういう時は電話で聞くんですよ、ね、あ、やっぱり一応聞くんですね、うん、ここどうしたらいいの。そうするとこうだこうだこうだ、で、その期間でもあのまだあのスタジオに来ないで、うん、自宅でまだ曲作りしてるんで。そういう感じで、じゃあもうリズム隊はリズム隊で本当にバラバラでこう撮ってるって。リズム隊でやってた、あのドラムとベースで最初はデモテープもらった段階で1曲もらったらもうすぐそれを曲に入るっていうか、はい、ああもう本当に、じゃあ例えばアルバム作るからっつって20曲ぐらい持ち寄ってその中からっていうんじゃなくて、違うんですよね、もう1曲できたら、よしこれやれこれやれというかこれやろうって話になって、はあ、でその作曲者は作曲者で家でまた違う曲を、まあ、作っていいです。でも早くていいですよね、それ確かに。しかもそうにしないともう話にならないというか、多分全然出ないんじゃないですかね、発売できないっていうか逆にね、ええ、すごいね。でもそれもね、だから基本的にバンド全体でガッてこうスタジオに入るってことはそんなにないってことで
最初だけだったね。セッションしながら曲を作ってくってのはもう持ってない、もう絶対持ってないわ。セカンドアルバムぐらいまでですね、セコリアさん。まあでも確かにその作曲者は作曲者 の、 その世界があるじゃないですか、だから確かにそれをね、これだ聴いてくれってやってそれを再現する方が確かに色がね安いとは思いますね。ほう、そんな12曲が集まってるわけですね。なるほど。そしてライブの方なんですけど、はい、12月の26、27と日本武道館でライブがありまして、うん、来年の2月の24日に神奈川県民ホールでライブがあります。うん、なんか先ほどもちらっと言いましたけど、えらい長いツアーになるんですね。そうですね、ね、はい、久しぶりに。もう内容的には考えてたりします、ね、変態なライブ。あ、今日からリハなんですよね。あ、今日からなね、これで終わって、あ、これ終わって今入ろうか、はい、なんかこう今までとちょっと違うとかっていうのあったりします？まあ変態なライブしたいと思ってますけど、うん、変態です、はい、テーマは変態、はいはい、こんな感じで、はい、11月の26、27日本武道館、来年2月24日神奈川県民ホールでやるということで、はい、ということでよろしくお願いします。ということで今日の2組目のゲストは爆竹の桜井さんと矢上さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回のゲストは小野リサーさん、菅鹿尾さんです。最後は今週のピックアップアーティスト真心ブラザーズの曲を見ながらお別れです。はい、それではミュージッククリック、また来週でございます。ありがとうございました。